3月弥生はいつも Go Crazy。 皆さんこんにちは。3月弥生はいつも Go Crazy。 パーソナリティは謎のパフォーマーの弥生です。この番組は歌が歌いたいという私のわがままからラジオの中でおしゃべりしながら歌を作っていけたらいいなということで始まりました。とはいえ気が多いもので話が進むのかどうなのか、皆様どうか温かい目で見守ってくださいませ。サポートメンバーは岸あたるさんです。はい、皆さんこんにちは、岸あたるです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。弥生さんがね、歌を歌いたいと、ほんまに言うたかなっていう、なんかちょっとそうですよねけど、はい、まあまあでもね、実際のとこね、あの歌っていただいたりもしたいんで、うんうんうん、いずれまたあの形になればというふうに今動かしておると。もうね、毎週土曜日がね、うんうん、朝起きると、うんうんうん、木梨さんの声で始まって、うんうんうん、所さんが曲作ってっていう話で、うんうんうん、筒井さん、女優のね、筒井さん、はい、さんが、うんうん、あの木梨さんのドラマで、うんうん、お姉ちゃん役をしてて、うん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 、でそのお姉ちゃんラジオに遊びに来てよって言ったついでに、うんうん、私はこういう歌が歌いたいのっていう、うんうん、何を言い出したって言ってるうちに、うんうん、あのこんな歌が歌いたいっていう雰囲気を伝えたら、所さんが翌日には作ってきてた、うん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 、その動きがね、もう本当プロフェッショナルすげえなと思うんですけど、まあそんなノリをね、うんうん、僕もやりたいなと思いつつ、うんうん、やっぱりそうはいかないのがこの素人の弱みでね。なんかこう、なんて言うんですかね、私今この間の回も言ったんですけど、なんかこう、なんていうんですかね、こういうイメージ、うん、こういうものを作りたいみたいな、うん、自分の中で今ぼんやりとあるものなんですけど、うん、簡単なもので言うと、うん、まずこのラジオで使う最初か最後に、うん、なんか本当に短い、あれなんて言うんですか、ジングル、そう、ジングル的なものでちょっと歌ってみる。なるほどね。でそれを毎回流すと、なんか、あ、始まったな、終わったなっていう。まあ、私もラジオもちろん、自分の配信されたら聞いてるんですけど、何、うん、かしら曲がかかってるじゃないですか、うん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 、だからやっぱりその聞いてる人はなんか心地よい気持ちで聞いてもらいたいので、うんうん、そういうなんかこう始まり終わり、うんうん、なんかそういう、うんうん、あ、なんか今からとか、うんうんうん、あ、もう終わりなのね、残念みたいなイメージで、雰囲気、そういう曲調というか短めで、はい、なんかあると、そうだね、うんうん、まあ、これもまたラジオの話になるんですけど、さだまさしさんが、はい、まあ、50周年をきっかけに、うんうん、昔やってた深夜ラジオを、うんうん、もう9時の段階からやるっていうような、夜の9時にね、やるっていうような番組の中に、うんうん、自分の番組タイトルをギターで、うんうん、弾いて歌ってるんですよ、うん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 、それが演歌調だったり、うんうんうん、ムーディー歌謡風だったり、いろいろやってる、うんうん、ああいうのをやりたいなと。だからなんか曲って言って、こう一曲まるまる作るっていうのにこだわらなくても、短くってもいいので、うん、私結構好きなのが、テレビで流れてるコマーシャルの、ちょっとワンフレーズのやつとかはいはい、はい、なんかね、はいはいはい、なんて真似したくなる気持ちになって、ね、なんかね、口ずさんでたりする、うんうん、みんなあると思うんですけど、うんうんうん、そういうものがなんかこうポツポツっとできたらいいんちゃうかなっていうのがあって、うん、そう、ギターはあるんですけど、あ、ありますよね。そう、ここね、もう指が痛い、指が痛いからね、今弾いてないんですけど、そうそう、私が20代の頃やってた入ってた劇団の先生も、ギター、うんうん、アコースティックギター弾きながら、うん、曲作ってる人やったから、私の中ではすごいそういうのが、もう音符のあれじゃなくて、いや、だからもうコード弾いて
それを、そうなんです、楽譜もらうんじゃなくて、それで聴いて曲を全部覚えるんです。だから、ね、先生がそのなんかちょっとなんていうの、あの弦のあれが緩まってるとみんなであれとか思いながらあれなんか今日なんかとか弾いてたらだんだんなんか、なんかあの変わってきて、あれ最終的になんかもなんか急に単調になってませんです、ですかみたいな感じになったりしながらやってたんです、はいはいはい、切れたりとか、はいはいはい、そんな感じやったんで、私は割と馴染みがあのね、いずれちょっとあのそんな風にしたいなと思ってるんですよ、すごいいいと思います、ギターはね、うんうん、あるんでね、うんうん、ただね今指が痛いあの今指が痛いじゃなくて、もう本当に弾いてないから、弾いてないっていうか、もう本当触ってないんで、うんうんうん、触らないかなと思いつつの、うんうん、たまにこう音取るのにこう弾いたら、指が痛いとか言って、でもね、あのすごいそれはねよくわかるんです。私あんまりいろんなところで言ってないんですけど、あの実はあのバイオリンをちょっと習ってまして、一応ねそんなにあの高いでしょってよく言われるけど、うんうんうん、高くないんですよ。高いものもあれば、うんうん、まあそこそこのものがあって、はいはいはい、そういうあんまり高くないもので揃えてるんですけど、まあ、本当大人になってからなんですけど習いに行きよったんですけどね、首が痛いんですよあれはねキュッと締めるからね、首が痛い、首のこう挟んで固定するから、はい、あれはねだから手離しても落ちないように、落ちないように、それが一番の基本う、そうだから首が痛いんですかまあ指ももちろんこうねすごくこう、でそれは私手がでかいんで、うんうん、あんまり困ってはないんですけど、うん、とにかく首が痛い。だからピンポイントで押さえないとバイオリンっていう音が変わるじゃないですか。そうですね。でもそのなんかなピアノで言うたら何オクターブみたいなような話が、うん、やっぱりその弦の距離がどうしてもあったりすると、うん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 、手のちっちゃい人、指のうん、あの短い人は苦しいけども、うんはいはいはい、最初に行った時にそこはもう何の問題もないねって言ってそれはみんなバイオリン弾く人が羨ましがるよっていう手がでかいんですよだからそこはそっか、はい、そうなんです。なんせ首が痛い、ダンスとかでもそうなんですけど、首を、はい、なんか切るっていう表現するんですけど、あの仕事とかの首じゃなくて、うんうん、あの回転するときに首を、うんうん、あの体が先に回って首が後についてきて、うん、でそれでこうなんていうの、よりこうシャープに見せる技があるんですけど、うんうん、あれをあんまりやりすぎるとムチ打ちみたいになるんですよ。だから私もう本当首が痛くって、その首痛い原因はちょっとそれの、まあ、やりすぎなところもあって、うん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 、あの視圧の時に万年ムチ打ち症みたいになっとんやねって言われて、なんで痛いっていうのはもうすごくよくわかるもう無理もしない方がいいですし、いやいやあのねあのやってれば、うんうん、そのうちこう指にね、うんうんうん、あのタコができてきて痛くなくなるんですけど、うんうんうん、そこ行くまでのね、うんうん、あの若い頃の勢いがないんですそうですよねだからまあまあそのうちね、もうどうしようもなく弾かないかんというか、うんうんうん、あのギターを使わないといけない時期が来るので、うんうんうん、ちょっとそれをね、うんうん、まあ、それまでそれに備えてやっぱり頑張っていかないかなと思ってるんですけど、ね、はい、はい、心してかかろうと思っております、うんうんはい、あれがなかったらね僕やっぱり歌作れないんで、うん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 、これがなんかやっぱりねそういうもんなんですね、うん、楽器っていう、まあ、親がね買ってくれたのが最初ですけど、うんうんうん、まあ、あれがなかったら僕は本当に、まあ、こういう風に音楽の話もできないだろうし、うんうんうん、だからね瀬戸フィルさんの前で、うん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 、自分の作った歌を歌うなんていうのはね、うんうんうん、なんか考えられなかったんですけどね、すごいご縁ですね。何が本当に何がこう人生転がるかわからないんで、言い続けるやり続けるが大事ですね、うんうんうん、そうですよね、はい、この弥生さんのこの音楽に対する情熱もね、あんまり最初に燃え上がってしまうとあの、うんうん、ね、線香花火みたいな、うんうんあのね、花火セット買ってきて派手なのばっかりやるから、うんうん、残った線香花火っていう状態だ、ね、そうなんです。もうこのラジオもねなんか最初もゆるくスタートしていて、うん、でなんかこうね1週間ごとに配信ですっていうのもね、うん、あの土曜日
じゃないですか、はいはい、だいたいね土曜日はね、あの結構予定がいろいろ家のことがまずあり習い事がありで、うん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 、分かってるんだけど時間がもう過ぎてるんですね、気がついた時にはで SNS で、配信されておりますっていうのをするのバタバタしている間に配信されていましたとかいう感じでやってるんですけど、まあ、ね、でもね、はい、これがいわゆる放送局の放送だったらその時間でないとダメ、うんうんうん、まあ今はラジコありますけど、はい、そうじゃなくて、うん、置いてあ、置いてある、もうインターネットですからいつ聞いてもいいし、はい、いどこからでも聞けるんでね、うんうんうん、もうそれはもうね安心していただいて、うんうんうん、まあ、いつ始まったっていうのはもう別にそんなに気にはしてないです。ただまあできるだけこの日のこの時間ぐらいに配信されるのねっていうような、うん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 、なんかこうみんなの中にこう馴染むようなね、うん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 、状態にはしたいなとは思ってて、うんうんうん、だから2回目だったかな、うんうん、2回目か3回目を、うん、教えてくれた人がいたのは私はすごく嬉しかったんですね。私バタバタしててお知らせもしてなかったけどあ、更新されてるっていうのを分かって聞いてくださった方がいたんだっていうのがすごく嬉しかった。これはねやっぱりそのインターネットラジオごっこの面白いところでね、うん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 、自分が知らないところでも配信されているという、うんうんうん、まあ、YouTube 今 YouTube ですからね、ちょっとニコニコが今ちょっと止まってる状態なんで、場合によっては世界の人にも聞いていただけるようなことですからね、楽しみにしていただいて、というようなね、はい、流れができればいいなというふうに思うんですけどね。でですね、はい、今回ですね、私いつももうちょっと最初ね、始まってからいつもね5回目まで長々となんか自己紹介みたいなこと喋ってたんですけど、謎のパフォーマーですっていうだけにしたんですけど、そのなんていうんですかね、私が自分のことをなんか何者ですっていうのを自分の中でまだちょっと分かってないところが実はあって、はい、よく聞かれるんですよ、弥生さんって何してる人なんですかっていう、なんかそれを急になんか話がそういう展開になっていったんですけど前回言ったボールで使えるオリジナルの曲が作れたらいいなもそうなんですけど、年齢とか何をやっている人ですとか、まあもうちょっと言えば男性です女性ですとか、そういうのじゃなくって自分は何なのか何者なのかっていうのをこう問い続けていく人生みたいなみたいな、まあ、哲学的なねところはありますよね、みたいなのがなんかこう、はいはい、自分なのかもしれないって、はい、まあ、人生を旅と考えると、ね、どこがこう正しい道なのかも分からずこうずっとつづつこうね言ってるわけやから、なんかそれを私も本当に職業も会社員だったことがあんまりないですし、趣味も一つじゃないですし、じゃあ何者なのかっていうのを自分にずっと問い続けていってるのかもしれないって聞かれてもちょっと答えにくい、自分でも答えにくいんですよね、うんうん、だからなんか自己紹介でもずっとなんか5回目までずっといろいろ言ってたんですけど、じゃあお前は何者なんだって自分に自分で突っ込みたくなってるところがあって今回ちょっともうね取っ払っちゃったんですよ。はいはいはい、わかります。でも本当それは自分が、まあ、まあ会社員とかね、うんうん、肩書きがちゃんとあればまたね社会的な肩書きでもあればいいんですけど、ただその会社から離れたりとか、うんうん、社会的なところから離れた時に一個人としてじゃあ何って言われた時に、いや 何者でもないよねっていう、うんうんうん、ただの日本人男性っていうね、うんうんうん、もうその世界にしかならない僕なんかはね。でもやっぱりその人ができることとか、まあ、例えばラジオで一緒に、うん、話してくれるアッコさんとかができることとか、うんうん、あとお聞きしてたら、うん、あなんか素晴らしいなというか、その周りに対して人に対してそういうことができるんだなっていうことがやっぱりなんかこう素晴らしいなって、じゃあ私は何をっていうふうにいつもこう自分にこう
通ってる感じが。まあでもそれはあのその時その時のタイミングもあるし、うんうんうん、ステージに立ってる弥生さんに勇気をもらったり元気をもらった人も必ずおると思うし、でもステージから離れてもうそれこそ、観客の一人になった弥生さんを自分で見て私は今何もしてないっていうふうに思うのはちょっと違うと思うよね。だからそこで、ステージを観客として見てたら、その観客の一人が見てくれてるって思ってステージの人は勇気をもらったり元気をもらったりするわけで、ああそっかそっか、じゃあ私は何者なんだっていうのは見てる側に行った時に感じてることであって、そう、うん、そうそうそう、自分自身があの何者である何者でござるっていうのは、うんうん、それはね追いかけたらしんどいと思う。うん、やっぱ僕らもやっぱり中学校とかの時に自分は何者なんだろうと、うんうん、まあまあおそらく女性ではないことは分かったけどだけどきっとね、ダンスその小学校の時って、うん、自分は男なのか女なのかはっきりも線路にわーって一緒におる。でそのうちその小学高学年になってくると、こう女性、女の子は女性らしくなってきて、あれっていうなんかドキドキ感とか、うんうん、あら自分とは違うとかっていうのがもう見えてくると、今度ねこう違う世界がこう広がってきて、うんうん、そんでそのうち自分っていうのは何者なんだろうと悩むようになって、うんうんうん、別にノイローゼになるほどのことはなかったけれど、うんうん、何者なんだろうっていうことを考え始めると、これは何も考えても考えられんと思って、うん、今15、16でそんなわかるわけないと思って、うんうんね、だから48でもわかります一緒ですよ。だから僕はその時に思ったのは、あ、じゃあ20歳になれば、うん、大人と言われる成人と言われる20歳になればわかるんじゃんちゃうかって思って5年先に投げたら、うん、5年経っても大学生のうちには何にも分からずに、うんうんうん、わーわーキャーキャー言ってるうちに20歳が過ぎてしまった、うんうんうん、いやーこのままではいかんと思って30、40、うん、40になれば分かるんちゃうかと思ったけど、うんうんうん、40になっても分からず、うんうん、定年と言われる、うんうんうん、60になったら分かるんちゃうかって、もう60が来ておりますが、うんうん、私は何にも分かってません、うんうん、だからねこれは永遠に謎なんやろうなと思うんですよ、うんうん、まあもちろんなんか考えていく必要はあるとは思うけど、うんうん、そんなに悩み込むようなことではなく、うんうん、周りから見てもらって、うんうん、自分が、役に立ってるとか、うんうん、役に立ってるんじゃなかろうかって思えるような人間、必要とされる人間になりたいなと思ってればいいんじゃないかなというふうに僕は思うようになったんです、ね、そうするとなんかこうね、いろんな人が集まってきてくれてる、今のそのラジオのサークルとかもそうだけど、いろんな人が集まってくれて、いろんなことを伝えてくれる、いろんなことをこう見せてくれる、それが楽しいなと、あ、こういうの人の輪なんだなと。ただちょっとあれなんですかね、やりたいことが多くて一つじゃないからそういうふうに見えてしまうのかもしれないですね。 でもね、やりたいことがあるってことはすごく大事なことやと思うんですよ、エネルギーやしね。だからなんかその方向がこれはなんか定まってないなと思うような、いろんな、まあダンスはジャンルいろいろで、ダンスは好きなんですけど、例えばですけど、あの書道を学生時代からやっていたとか、うん、でもなんか私の中ではあのパフォーマンスとしては一緒だと思ってるところもあるので、なんかその年数を経ていろんなそのまあ書道も書道でコツコツ続け、ダンスもダンスで続けていってたら、いつか死ぬまでの間で全てを融合したものができる、本当にオリジナルのもの、まあ、曲もそうだし、全部融合できるんじゃないかなって思ってるところがあって、だからジャンル、パフォーマーというだけでジャンルがない、飲んじゃうね。それが弥生さんなんやと思うんですよ。だからそのポールダンスもあり、書道もあり、書道もね、今書道パフォーマンスっていうのがあるぐらいですからね。あんな僕らの時代にはね、あんなこう、そうそう、ないんです、ないんです、書いてるところを見せる、見せるとかね、うんうん、でまあ、見せられるようなこともなかったですからね、上からカメラで撮るなんていうことは今までなかったですから、曲が流れてね、まあ、
ので自分たちのそれがテーマとしてこう、うんうん、みんなで書いていくなんていうことを本当に始めた人ってすごいなと思うので、うんうん、何がそれこそ、きっかけでその今までの伝統的なことがもう一つ飛躍したものになるかは分からないんで、うん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 、だから今続けてることで、うんうん、今なんかこうあこういう風にできんかなとか思いついたことはやっぱりやっていくがいいと思うんですよね。で私はいろんなことやってしまうからっていうんじゃなくていろいろなことやってるからこそこれが生まれたっていうのが必ずあると思うので、うんうん、どっかでねそれがこうあってだって本人一人なんですからそうですよねバラバラになってるわけじゃないですか。だから本人があちこち行ってるように見えるけど、うん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 、本人一人やから結局向こうから向こうのジャンルが全部ここに集まってきてる弥生さんに集まってきてるだけの話で、うんうんうん、見方を変えればね、うんうんうん、弥生さんがあちこちに行ってるんじゃなくて、うんうんうん、弥生さんがのところに集まってきてるだけの話やから、うんうん、だからそのうちボコンとなんか生むんじゃないですか、うん、生まれる生まれるこのラジオをやってる間にねポコッとなんか誕生するかもしれない、ね、だから自分で悶々と考えてたら、うんうん、きっとそのいろいろなんかこういろんなことが想像もあるし、うんうん、思ってくる人と会話してると自分で思ってたことが整理されたり、うん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 、全然とっちらかったりとかするから そのなんか広がりみたいなことの、うんうん、なんか今ねその今日今回この話して、うんうんね、あのちょっと今落ち着いてる時なんでって言ってたから、うんうんうん、それまでってもう本当にあのもう一つのことに向かってどんどんやってて余裕がないから、うんうん、ちょっとずつこう頭のこうスペースができてくると、うんうん、なんかワクワクすることがね、うんうん、こう出てきたりとか、うんうん、そういうのを考えてたら今言ったことだったんですよ何かこう全てが融合するかもしれないけども、うんうん、今は何かはまだわからないけどっていうのを、うんうん、アタルさんと話ができたっていうことなんですよね、うん、だからこれが多分一つのなんか段階で、うんうん、それがどれぐらいの高さの段かわからないけれど段階でまた一つ上がればまた違う風景が見えてくると思うのでその時にちょっと形になったものなのかまだむにゃむにゃっとしてるとかってわからないですけどね。だからなんか今ちょっと交流に興味があるっていうのも、うんうん、もしかしたら、ね、そういうのに道がこう広げていくかもしれないですしね、うん、出会った人いやもう何をしてもやっぱり全部プラスだと思うんですよ、うんうんうん、なかったことが自分の中に入ってくるわけですからそういうふうに捉えていけば、うんうん、で弥生さんのその前向きな姿勢で考えれば、うんうん、何してもプラスになるんちゃうかなと思うので、ね、多分ねマイナスに考えたくないのでだから嫌なんですよね人生がその時間になってしまうのすごく嫌だから、うんうんうん、プラスのこととかね、うんうん、ああよかった幸せとかっていう時間が多い方がいいに決まってるので、うんうん、すぐねそっちをなんかもうちょきっとねやってしまうんですよ、うん、でもそれ大事なことやと、うんうん、でも失敗とかねあのそういうのもねいやもう次の糧になってるしとかって思って全然引きずらないのが一番ですよね、うん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 、僕はもうその辺がねめめしいからついつい引きずってしまう嫌なものを見ないわざわざ見ないとかいうのが、はい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 、私はすごくありますそうなんですかあじゃあまあプラマイでちょうどいい感じかな感じかな。あもうね、あのはい、そうですね。はい、本当にね、あの昔好きだった子、今だに好きですからね。あすごい、ね、素晴らしい。いや素晴らしくない。いやいや素晴らしい。忘れなさいっていう、ね。素晴らしいです。私結構あのカラッとしてて、そこはもう振り返らなかったりするんで、あもうスパーンってなってるんですよ。逆にそれがあのこう関わりがあった人からは怖いって。一回ねそうなってしまったら。もう二度とも関わることがいやでもね僕言われるのは一回シャッター下ろしたら絶対あげんよねって言われる。だからまあまあそれは確かにそうなんやけどでもやっぱりねあの時ああしとったらなってうじうじ思うことは多い。まあありますよね。
私も言わんだけでありますよ。あの時なんか洗濯が、あの時の洗濯があってずっと思うことももちろんあります。やっぱりね、いい方に、うんうん、あそこであっち行っとったらええ方に行ったんちゃうかっていう想像ばっかりするから、うん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 、余計ね、うんうん、ずっとなんか引きずるんですけど、うんうん、まあまあまあ引きずったところでどうなるもんでもないんですけど、うん、今ですね。今だからまあ新しいこうやって出会いとか、うんうんうん、その出会いによってまた新しいことのこう歴史が つながれていってるっていう今の状況とか、うんうん、まあ本当ね、もう第6回になるんですけど、はい、弥生さんのラジオ6個もこうやって続いてるんでね、うん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 、もう本当去年にはなかったことですから、はい、そうですね、また新しいことになってるというのがあって、うんうんうん、楽しみなんですよね。だからその楽しみをどんどん増やしていきたいっていう、はい、うんうん、私もここで何が生まれるのかすごく楽しみなんで、はい、まあ、ゆるゆるですけど、ゆるゆるでね、はい、進めていきましょう、はい、継続が力ですからね。そうですね、はい、はい、リスナーの皆さん、お聞きくださってありがとうございました。今回の3月弥生はいつも Go Crazy はいかがでしたか。ではまた次回、 Enjoy Together and Go Crazy。